ジョン・タイラー、ジョン・タイラー、七百九十年三月二十九日から八百六十二年一月十八日はアメリカ合衆国の第十四代副大統領及び第十代大統領。彼は独立宣言署名後に生まれた二人目の大統領及び大統領の死に際して副大統領から昇格した最初の大統領である。また、 所属政党を持たなかった二人の大統領のうち一人、後のもう一人は十七代、アンドリュー・ジョンソン大統領。初代大統領、ジョージ・ワシントンも無党派を標榜したが、実質的には、連邦党政権であったである。身長六フィート、約百八十三センチメートル。ジョン・タイラー・ジュニアは七百九十年三月二十九日に、バージニア州、チャールズ・シティ軍、 ウィリアム・ヘンリー・ハリソンが生まれたのと同じ軍で、ジョン・タイラー、1747年から1813年、及びメアリー・アーミステッド夫妻の息子として生まれる。タイラーは、地域の指導層になるようにと、七人の兄弟と共に、上流階級の教育を受けて育った。彼は合衆国憲法が厳密に解釈されることになっていたと信じながら育ち、伝えられるところによれば、 この信念を決して失わなかったという。父親はトーマス・ジェファーソンと友人関係にあり、千0エーカー以上のタバコ畑と何十名もの奴隷を所有し、リッチモンドの巡回裁判所に判事として勤務した。彼は集権を支持し、その権力を維持した。タイラーが7歳の時に母親は心臓発作で死去した。12歳になるとタイラーは、 ウィリアムメアリー大学の予備門に入学し、3年後には同大学に進学した。タイラーは1807年に17歳で大学を卒業した。彼は連邦会議員を務めた後に、バージニア州知事、1825年から1827年として父親の後を継いだ。1840年、 アメリカ合衆国大統領選挙で副大統領候補となり当選した。ジョン・タイラーは大統領選挙からわずか1ヶ月後に肺炎で死去したウィリアム・ハリソンから大統領職を継承した。なお、この継承は公式には1967年発行の合衆国憲法修正25条まで厳密、認められなかった。偶然内閣、継承内閣と揶揄されたが、 その反発から、独断専行し議会と対立。一期四年の間に9回の拒否権を発動した。さらに、副大統領就任の際に支持してくれた、所属の保育党の政策に従わず、時の党首ヘンリー・クレイラと激しく対立。大統領就任から2ヶ月ほどで、党から除名された。これにより彼は、政党を持たざる男として知られることとなった。タイラーは、 元民主党員で南部州権論者の信奉者であり、北部を基盤にする保育党の急進的な政策とはしばしば対立していた。保育党はその後、タイラーおろしの圧力をかけ、閣僚6名中5人を辞職させた。また、大統領選挙に前後して、ロードアイランド州で選挙人制度に不満を持つ、改革派の不満が爆発し、 同年衆議会を無視して、衆民代表会議を召集して、トーマスドアを知事に選出した、いわゆるドアの反乱が起こった。同州は1841年までには、白人男子普通選挙制度を持たない、唯一の州となっており、ドアラは、白人男子普通選挙制を唱えて、武装を放棄したが、反乱が、頂点に達した翌1842年4月に、タイラーは、 鎮圧に加勢するための連邦軍派兵を決定、反乱は鎮圧された。1843年には恩賢改革派によって、新州憲法が制定された。在任中の、おそらく最も著名な功績は、在任末期の1845年3月1日のテキサス、当時のテキサス共和国の併合承認である。これにより、同年12月29日テキサスは、 アメリカ合衆国の一部となった。南部の強力な奴隷州の併合が後の南北戦争の永遠となった。また1821年に併合されていたフロリダは1845年3月3日に州に昇格した。ジョンは1813年3月29日にレキティア・クリスチャンと結婚した。彼らは8人の子供を設けた。 歴代大統領の中で一番子供が多い。レキティアはファーストレディを務めたが、1842年9月10日に死去した。ジョンは2年間独身で過ごした。彼の義理の娘エリザベス・プリシュラ・クーパーはこの期間の間ファーストレディを産むた。その後、ジョンは1844年6月26日に、ジュリアガーディナーと再婚した。 彼は在職中に結婚した初めての大統領だった。彼らは7人の子供を儲けた。戦術したように、在任中に夫人に先立たれたのも、在任中に再婚したのも初。また、自分の誕生日に結婚したのも初。歴代大統領の中で一番の小宝者であったが、最初の夫人から三男五女、2人目の夫人から引退後に4男三女、いつも金に困り、 ハリソン大統領の死去を知らされて、ウィリアムズバーグからワシントン DC に駆けつける際にも他人から借金しなければならなかった。1861年2月、タイラーはワシントン講和会議の議長を務めるため再び公的生活に入る。会議は内戦を回避するための妥協が求められた。一方、モンゴメリー会議ではアメリカ連合国憲法が採択された。 上院が彼の提案を拒絶すると、タイラーはバージニア州の即時脱退を促した。1861年のアメリカ連合国臨時議会に参加した後、彼は南部連邦の会議員に選任されたが、就任前に帰還支援で死去した。アメリカ南部連邦をアメリカ合衆国とみなさない場合、彼は2018年現在外国で死去した。 唯一の大統領経験者である。彼の最後の言葉は、IAM、Going, Perhaps It Toys Best, 私は死ぬ。多分それが一番良いだろう。であった。タイラーは、バージニア州リッチモンドのハリウッド墓地に埋葬された。テキサス州タイラーは彼にちなんで命名された。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。